ムチ打ち？これさ、これの半分ぐらいでいい？うん。めっちゃ鍋、めっちゃ。曲がってる？あ、曲がってるね。このぐらいは？あ、それならいいかな。大丈夫かな。どう？うん、大丈夫だと思う。大丈夫だよね。大丈夫？はい。もうちょっと下げるよ。あ、曲がってない？曲がってない？このぐらいじゃない？違う？はい、やっとまっすぐなりました。サムギョプサルって、た食べたことあるよ、サムギョプサルって。わらめ。ないと思う。あと豚肉をサラダで巻く。味噌味だよね、辛味噌。鍋に入れていけばいいの？あ、これ豚肉まだいいんだよね。あ、入れていいの？もう豚肉まだだよね。いいの？あ、沸騰してないんですね。あとはニラ、何で一からどっちから使えばいい？これ。あ、ね、うん、こっち先、こっち先、こっち先、うん、あ、これ立派なニラだね、これ。ね、うん。あ、なんかでつまみもなかったっけか、さっき。あ、そんなにあったよ。そもそも。今できるから。すぐだよ。少々待ち、これさ。なんかちょっとつまみたいんでしょ。そしてあとはネギ。ニラとネギ。なんかボールかなんかに入れる？ボールやった。あ、もうさ。うん、入れちゃう。あ、そっか、ネギね。うん。ネギ何本切る？2本？1本でいい？なんかちょっと湿ったから、ちょっとわかんないよね。もちもちしてそう、うん、どう？め
ミートステーキ、すすり、飲んでみたら、飲んでみたら、ぜひ。すごい。あとから来る。ね、来るよね。あ、唐辛子の、あ、でも美味しい。ね、うまい。一口すだこ。美味しそう。はい、普通のこういう足のやつが高いよね。違う、あのさ、これさ、何があって、あの普通の昆布だしを効かせた酢に漬け込んであるの。美味しそう。酢なくない？あ、泳いでるね、酢の中で。ね、泳いでるね。すごくてさ、これ回ったらさ、うん、味もうまっ。うまっ。いただきます。うん、うまい。よっちゃんいか食べてるみたい。うん、うまい。あ、うまい。これ10袋ぐらい食べれるよね。なんでも美味しいとそういう風に言う人いるよね。はい、そろそろ入れてみる。お肉投入します。お肉くっつかないように、ちょっと広げる。はい、はい、お肉を取る。どうしますか。入れちゃいます。あと何入れたっけ。あ、しめじ。あ、おしめは。お姉さん冷蔵庫にしめじあるに巻いて。お腹空いたんでしょう。ね。あ、それは大事だね。ネギとかも入れちゃうよ。そうだね。いいよね。ニラも入れちゃうよ。はい。なんか初めてやるのってどんな感じで。ネギでこう周り。あれ、お豆腐はいらないんだよね。お豆腐入れるの。ごめん。フリーザーの中の真ん中の。これの上のフリーザーのところの真ん中あたり。絹豆腐。マイルドになる可能性あるよね。お豆腐さん2つぐらい入れちゃう。ちょっと開けたとこに入れた方がいいよね。はい、絶対豆腐美味しいわ。いや、これ絶対豆腐美味しいね。だから美味しい。リピートアフターミー。え、なんかこの豆腐美味しそうだね。秋田県の大豆だった。古今東西って盛況だな。綺麗なお豆腐。はい、失礼します。はい、はい、うん、OK。 じゃあ、えのきお姉さんさ、これ、うん、入れちゃう。それ、うん、あの余ってるえのき入れちゃう。入れちゃう。これ下切ってあるんだよね。切ってある。そのまんまほぐして入れるだけ。オッケー、はい、じゃあ混ざらないでしょ、えのきぐらい入れたって。全然、逆に美味しいよね、えのきさんね。えのきたけやけど、えのきたかやき。なんかそういう人いたよね。え、あ、俳優。うん、アントニオえのきじゃないの。あ、なんでバカ野郎みたいな。ワインに合いそう。これで結構かかる。焼くっていいよね、マヨネーズを焼くっていう。のが美味しいのよ、やっぱり。うん、はい、結構たっぷりめ。たっぷりめですね。はい、はい、で、お醤油はどの段階。お醤油は今ちょっとかけてもいいです。うん、はい、最後よりから。これでしょうか。はい、はい、足りる。それで、うん、あんまりいらないかもね、そこまで。そうだよね、はい、香り一回こんな感じ。はい、そしてちょっと様子を見ながら焼きます。はい、菜箸。あ、せっかくだからやっぱりね、この油で。無駄にならなくていいんじゃない、ね、もったいないよね、うん、すごい ね。でも甘みあるんだよね、豚の油って。もういいよね、塩。よし、いいですか。漬けだれについてるからね、ごま油とかいいよね、うん、いいかね、うん、じゃあ焼いてみます。はい、1枚ずつね、はい、綺麗に火と。危ないです。今ドサッと行こうとしなかった。私やるところですか。またガサコが出ました。こんな感じなんですかね。はい、わ、なんかお肉おいしそうだね、これ。おいしそうね、新鮮。塊で買うっておいしいのかもね、うん、そうかもね、うん、うわ、なんかすご
うん、やっぱでも普通に切り落としとかでも良さそう、普通に巻いて食べるのに、ね、うん、切り落としとかでもいいかも ね、うん、危ない、本当にドサッとやるところに来たよ今、うん、うん、美味しそうだね。本当はホットプレートで焼きながらがいいかもしれないけど、熱々でね、うん、ね、なんかどんな味なんだろうね、ね、楽しみ、うん、焼けました。わーわー、美味しそう、美味しそう、なんかチーズみたい、ね、なんかね、ちょっとさ、肉をさ、ここにしたいな。ミルクティー美味しそうじゃない？あ、美味しそうに焼けたね。しかもオイルサーディン、いい具合よ、この焼き方。ちょっと待って、待って、あ、スパレベルのチョコ。わ、美味しそう。ね、うん、嬉しい。嬉しい。久々飲むの。これ初めて。ね。これで私飲むの。私もだね。いや、飲んでない、飲んでない。はい。乾杯、はい、乾杯。カルディのレモン、シチリアレモンサワー、ね、いただきます。いただきます。うん、どうなの？うん。美味しい。美味しい、飲みやすい。なんかジュースみたい。ね、ジュースだね。甘い。美味しい、甘い。なんか普通にジュース。これさ、クラッシュアイスとかのあれに入れて飲んだらもうレモンスカッシュだね。美味しい。そう、レモンスカッシュなの。うん。じゃあジュースっていうこと？ジュースではないけど。あ、でも美味しい。食べよう、食べよう。あ、いいよ。お姉さん、あの、最初サラダにして食べてもいい？はい、いいね。あ、ちょっと食べてみた。本当に美味しい。ね、これ食べて、レビューしてみて。うん。え、よかったね。焼き加減が。あれ、豚肉焼かせたら右入れるかないね。私これで今やろうとして、はい、美味しそう。美味しそうだね。はい。美味しそう。あとはなんかえのきも入れて正解。そうだね、えのき。え、ちょっと美味しそうじゃない？どのぐらい辛いのか。少しあれだね。気をつけないといけないのもんじゃね。喉。これ結構後からピリッときたからさっき。後から辛い系結構。うん。あ、やだ、これ、これが入ってなかった。あ、だから。韓国料理だね今日は。そうだね。こんばんは、ベイティアンシーです。こんばんは。どうぞ。バンチャン。バンチャン。かっこいいね。やっぱりこの間真剣に見たらかっこいいなと思っちゃったよ。マジ？うん。みんな好きだよね。レベルが高いよね、やっぱり。なんかね、顔だけじゃないんだよね。確かに。どんなレベルが。でも確かにさ、顔だけじゃなくてやっぱり歌が上手だったりダンスもじゃないと、ね。そう。私性格もいいし。あら、ありがとう。辛くない？うん、大丈夫。どうどう。食べてみるね。うん、美味しい。あのね、ごまの風味がすごい。ほんと、うん、あ、チョレギサラダにも間違いなく合うけど、チョレギっぽい。でもこれ、肉素焼きして、うん、変な話、これかけただけでも美味しいかも。あ、お焼肉のタレみたいな、うん、うん、なんか、あ、30、うん、ごまの風味が美味しい。ごまいっぱい入ってるもんね、うん、うわ、美味しい。でも美味しい。やっぱりさ、みんな買ってるのは間違いないね、うん、多分ミーも好きだよこれ。本当？うん、ごまラブじゃなくて、あ、ね、ごま好きのイメージついてるよね私ね、うん、でもごま美味しいよね。わ、美味しそう。もうもう美味しい。確かにお肉にかけてもいいかもしれない。あと鍋いただいてみますね。はい、鍋をさせていただいてみますね。鍋やな、うん、鍋が父はおさみでございます。おさみいただきます。はい、うん、どう？うん、チョレギのさ、うん、ドレッシング買わなくていいやでしょ。もうこれじゃん、うん、美味しいよね、うん、すごくすごく美味しいです。野菜進むよね、うん、美味しい。ちょっと辛いね、うん、あ、気をつけた飲み物ある？ない？うん、うん、なんかね、食べた後に来るよ、うん、多分、うん、ね、うん、いいとかないぞ。ちょっとモッツァレラ、うん、おいしい、うん、美味しいねこれね。みんなが美味しいと思うものは、うん、フランスパン食べていい？
うんうん、これをこれつけてみて。あ、ちょっとほら、美味しそうだよ、バジルも。美味しそう、柔らかい。ね。これ。私食べれるかな。やってみます。バジルとかどうの？香りってみて。ジェノベーゼの。あんまり好きな。いや、この匂いは大丈夫だけど、うん、中身が。なんか。ちょっと私辛いの食べる前にこっちあれしちゃうよ、うん、もう。え？鍋美味しい。美味しい？うん。鍋美味い。バケット焼かないでやってみるよ。うん。あ、いいね。ちょっと食べてみまーす。うん。うんうん。うんうん。もうその時点で美味しいんだ。うん。もうバジルソースなんだけど。うん、松の実とかピーナッツがザクザク入ってるのね、ニンニクも。すごい。かぼちゃがガサガサ、うん、ね、噛む、すごい、うん、食べてみて、あ、美味しい。食べたい。いただきます。バケット焼かなくても全然いいし。ありがとう。あ、なんか、あ、バケットも良かったね。なんならパスタソースにもなっちゃうよ、これ。逆にこれがね、パスタ時に高菜爪とかと一緒にもう炒めちゃったら、普通にバジル、もう風味がバジルだから、ジェノベーゼ食べたりタレも。チーズかけてピザにしてもいいし。なんかそれ美味しそうじゃない。いただきます。めっちゃおいしい。うんうんうん、もう噛むでしょ。うん、ザクザク、うまい。美味しい。ね、うん、え、これさ、楽しくない？なんか食感がナッツ以外にさ、なんかカリカリするもの入ってない？ピーナッツと、うん、ガーリックと、うん、松の実と、うん、ひまわりの種。てかこれすごく美味しい、うん、いや私これ好きだ。これは美味しい。これ皆さんおすすめです。すごい美味しいですよ。おいしい。ザクザクするの ね、 ね、おいしい。あと香りがいいね、やっぱりね。うん、うん、よかったよかった。え、これはおいしい。ちょっとワイン飲みたい。ちょっとワインだね。モッツァ乗せてもいいね。うん、モッツァおいしかった。本当、うん、ちょっとこれ本当においしい。癖になるね、このザクザク感が。うん、うんうん、ひまわりの種とか、うん、すごいザクザク。今彼らに、これ絶対美味しい。クラッカーでも、クラッカーでもいいかもね。でも多分バケットが美味しいかな。バケットが美味しいね。染みるからね、このオイルが。うん、いやー、これ美味しい。美味しい組み合わせね。うん、うん。うん、それここに乗せて、チーズ半分してます、うん、クリームチーズでもいいじゃない？あ、そうだね、ありがとう。今日クリームチーズのスライスチーズあったもんね、カルビにね、うん、あ、あれいいと思う。ね、いただきます。な、チーズはあってもなくてもいい。うん、おいしい。ワインやん、うん、おいしい。これ美味しい。あ、これ私すごい好き。食べるナッツ、うん、え、これあったらさ、うん、バケット丸々一本食べれるかも、うん、これ美味しい、うん、なんか一本かじりながらこうやって乗せて食べたい。しかも一人で食べたいと。これタイにちょっと食べさせようか、うん、いや好きだと思うよ多分、うん、これは美味しい、うんうん、美味しい。え、これ美味しい。ヒットだね。うん。で、サムギョプいくよ。私も行きます。待って、その前にこれ、姉さん作ってくれた。オリゴサーリンね。これ七味かけたから。うん。これ食べてみて。私オイルサーリンにマヨネーズをかけて焼いて、醤油七味。お醤油ちょっとと七味。あと醤油はお好みで足してもいい。美味しかった。私は好きだったんだよね。どうかなと思った。怖いからちょっと、うん、うん、あ、イワシだよね。そう、小イワシ、オイルサラダ。
すごく体にいいんだよ、うん、あマヨネーズかけることによって魚のこう、うん、臭みみたいなのがね、うん、うん、私は好きなんだ。おいしい、意外といけるんでしょ。おつまみ、そうおつまみだよ本当に。あーおいしい。こういう缶のまま焼くとかっていうのを考えたことなかったけど、うんうん、初めて食べたらすごくおいしかった、うんうん、これにこれかけてみな。これまず食べてみな、美味しいから。これにこれマジで。ちょっと衝撃的だったね。うん、食べるナッツが。どのぐらい？もっと。もっともっと。ザクザク。うん、美味しくない？本当だ。美味しいよね。モッツァ乗せてもいいし。うまいこれ。ね、美味しいよね。お鍋。あ、食べてみて。うん、いただきます。味噌つけた？うん。でも子供でも食べれる辛さなのこれ。うん、あ、そう、美味しいね。美味しいよね、うんうん。これ3個ぐらい食べた。パパは？パパのお茶の子だ。いいの？これ食べた。うん。あ、これでレタスさん。ちょっとレタスでっぱいかもしれない。2回に分けたの。これを塗って。うん。サムギョプサル、美味しい？美味しい。え、いいね。味噌も？うん。これだけでいいの？味噌も。あ、これ塗った？塗った。うん。美味しい。豚肉が。うまい。韓国の。もう一個巻こうかな。下味ついてんだよ、このお肉に。ね。なんか塩だれみたいなやつなんだよね。見たら。コチュジャンでしょ、このベーカー。ベーカー。巻いていきます。これさ、半分にしな、うん、美味しいよね、うん、うん、なんかさ、やっぱりスライスされてるやつを買ってくるより、うん、これなんか豚肉をアレルギーの厚さで切ったっていうのがまた美味しい。野菜取れるし ね、美味しい、美味しい、うんだね。うん、なんかこれ麺汁、弱くするって感じ。豚ロースのお肉美味しい。美味しいよね、うん、豚ロース意外と硬すぎずさ、なんか脂っこすぎず。な、韓国の人って野菜食べるよね。食べるね、うん。でもさ、焼き肉も韓国料理美味しいんだよな。うん、うん、あのコチュジャンのタレも辛くないね。辛くないね。うん、うん、ソースすげえうめえな。いや、これ美味しい。ほんと。ちょっと感動。うん。なんか。バケットもこれだけ？これ。売ってないんだよね。一本でさ、売ってなかったの。売り切れたんだって。ね、あ、売り切れた。うん。あ、もう飲まないかも。ちょっと甘すぎるかも、うん、ちょっと甘いよね、うん、だから本当に氷、うん、入れて、あ、すいません、暴れました。はい、暴れましょう。失礼いたしました。じゃあ鍋いくよ。うん、鍋食べた。意外と、なんかさ、これさ、こんなにさ、作っても簡単にできたね、全部。意外とあっという間だったよね、うん、鍋は。アルコールじゃないか。違うよ。普通にソーダで割って飲みな。うん、うん、ちょっとわさびつけて食いたいね。何を？スダコ。まあ多分おいしいかな。ねえパパ、これ食べてみて。これオイルガーデンにマヨネーズで焼いて、ちょっと醤油と塩。お姉さんがこれ普通にインスタントの塩ラーメンに、うん、これ美味しい。やっても美味しい、ね、あ、うまい。ニンニク、わさびな、青唐、うん、やばくない？やばいね、うん、うまっ。うまくない？ね、うん、これはめっちゃ美味しいよ。鍋いただきます。うん、あ、美味しい、うん、これおつまみ。うまいね。あのチゲ鍋と違うね、なんかちょっと違うね。違う、美味しい、うん、魚介の感じじゃないんだもんね、うん、これ
私たちみんな昔よく行ったお店で、オイルサーディンの火遊びっていうメニューです。缶ごと焼くの。本当缶ごと焼くの。なんだろう、あのちょっといつものチゲ鍋と違う雰囲気でいいかも、たまに。ちょっとね、うん、美味しいよ、なんか。肉取れねえ。辛さも全然。これあとサリメイネ。これでサリメイネ。うん。サリメイ入れてみない？入れてみようか。なんか汁がなくなっちゃうもん。うん。サリメイ美味しいもんね。おお、結構辛い。これ後から来るよ、辛い。そう。強いんだね、辛いのね、意外とね。あれ？うん。めっちゃかな。めっすぎな。これさ、汁ちょっと。少しお水出しても、あのしょっぱみ出てきてるからさ。どうしようか。半分でよかったかな、麺。いいんじゃない？うん、大丈夫だ。水入れて。いいね。もちもちの縮れだね。うん。乾麺。なんか本当にもちもちしてる。麺が。うん。ね、うん、うん、鍋にいいと思うこれ。ね、ね、なんか煮崩れしにくいって書いてあった。うん、熱っ。あ、サラダのしてる。サラダのやつ買ったんだ。うん、え、これそれ美味しかったよ。チョレギサラダのなんかチョレギっぽいみたいなね、うん、感じだった。いっぱいだなって意外と食えるもんだもん。食べれるね、うん、結構やっぱ味濃いからね、うん、これね、うん、なんかちょっともうちょっとさ、あの規定のよりちょっと多くてもいいかも、ね、多くても美味しいと。具材もうちょっと入れて、だから白菜とか入れればもっとでも薄まるし、薄まる。だからこれ最初さ多いね、1人前かける3でってえとか言ってたけど、うん、全然足りるよね。ちょうどいいんじゃない、うん、あれ一袋でこの 4,5 人食べれるよね、うんうんうん。逆にもっと野菜入れれば薄まるだろうしね。薄まるだろうし、うん、野菜最低限しか入れてないかもしれない、うん、もう美味しい。味すごい好みだった、うん、しかもこのサリ麺癖になる。美味しい、うん、食べた？お腹いっぱいになったの？あ、よかったね。お肉進んでたの。チルチルしてる。結構食べてたよね、肉ね、うん、ほぼ三丁の血が食べてた。いや、すごい食べてたよね。でも野菜いっぱい取れてよかったよ。肉結構食べたんじゃない？うん。あ、肉食べたら？え、食べたからいいよ、食べ食べ。え、これ食べたら？これ食べ、ほら、うん、まだまだあるよ。きのこちゃんご飯でもいいね、これね。いや、これ刺して卵とじにしたら美味しいよ。そう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 、雑炊さ。意外にサリメンヒット。うん、美味しいね。全部当たりだったよね。全部当たりだったね、うん、今日のカルディ、うん、でも何といっても、うん、このナッツのやつと、うん、あとこのマーラージャンと、うん、あとねえ、うん、なんかバケットさ1本でね買おうと思ったら売り切れたって言われて、うん、あの売ったやつなんだよね。これ雑穀米。あ、何と同じ。これもめっちゃ美味しい。これ卵としても美味しいじゃんね。美味しい。ミーコロチーズ食べて。あ、チーズ食べて。ありがとうございます。うん、美味しい、ね、うん。はい、今日も最後までご視聴ありがとうございました。前回のカルディの購入品紹介に続き、今回は、実食をちょっとした様子をご紹介して。行きました、はい、いかがでしたでしょうか。少しは参考になりましたでしょうか。全部今回は美味しかったね、うん、全部当たりです、うん、全部当たりで、またいろいろチャレンジしていきたいと思います、うん、カルディの商品ね、はい、それでは、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、じゃあ次の動画ではあのお姉さん の, あのダイエット秘話なるほどを、はい、お送りしたいと思いますので、はい、まあ三部作でいきたいと思います。三部作だよね。そうだね、購入品と、うん、そうだね、はい、そのそれそちらもリクエストが大変多かったのでお楽しみにしていてください、はい、はい、それではさようなら。さようなら。美味しかったです。